半島も望むことができます。本年で4回目を迎えます湯河原梅林梅の宴は1月30日に開園となりまして、3月22日振り替休日まで開催いたしております。これからのイベントといたしまして、今週27日土曜日には梅林をライトアップして大正ロマン梅見月と題した夜のイベントが催されます。この他にも3月3日水曜日には琴と津軽三味線の演奏、また3月4日あ、でも、そう思っちゃって、いつ来たんだ、何もなく、怒っちゃうな。